本日ですね、えー、大津彩香との裁判、まあ、大津彩香が控訴してきた分ですね、えー、前回10万円ですね、被告は原告に払えということで、被告大津彩香が立場の十10万払いという判決が6月4日に出たんですがあ、大津側はこの10万円をゼロにしろという控訴を申し立ててきましたで。こちらの方は10万円安すぎるので30万円と。 いうことで、この10万円を値上げするようにということで、付帯構想を提出して今日決心いたしました。11月の13日、13時15分、511号法廷で判決ということです。ひっくり返る可能性はもちろんゼロじゃありませんが、まあ、大津彩香に対して裁判勝っていますのでね、少なくとも、今のところ2件勝っていますので、えー、ご報告でした。 ちょっとそこのずれがあるかもしれませんね、立花さんがにいる方にとっては、千代さんはもう昔の人なんだと、大した面白くもないよと、言い方されてるってことですよねいやよっぽど大津彩香さんの方が面白いんでね、今。<ー>旬,旬なんで、なん旬なキャラクターなんで、キャラで言うと、だって、ツイッターで債権者の方から、管西人に質問をしてる人がいて、うん、役員報酬の内訳を教えてくださいって言ったら、大半が大津彩香さんですっていうことで、 約月100万円ぐらい、役員報酬受け取ってますよっていうのを、関罪人が債権者の人に教えてるっていうことが、ツイッターで出てたんで、マジか、ね。大津彩香さんが、民ン党から給料を取っていたと、月々100万ぐらいのということですかそうです。だから、それを平気でやりながら、私無給でやってるんですとか、うん、お金にクリーなっていうのを、ここ1年以上ずっと言ってきてた大津彩香さんを見てると、一代君なんて本当にまともな人ですよ。 僕からすると、千代く君、大声で立花さん、ディスったりとか、いっぱいなんかノートとか書いてるかもしれないけど、うん、ま,ともまともやな、千代く君って、逆に比べると思いますけどね、今。よっぽど大津彩香の方がやばいんちゃうって僕思いますけどね。さんの、えー、進行して、まあ、今止まって、ま止まった、止まってますけど、うん、大黒さんっていう子さんの支持者の方がツイートで書いてて、僕、びっくりしたんですけど、なんか大津さんが、その、ツイッターかなんかで、 特別広告が通りましたみたいなことを書いてたんで、その図書を見て、びっくりして、すぐ立花さんに LINE したんですよ。これ許可、許可広告が通った時のことを言ってるんじゃないっていう話になって、特別広告は通ってないよって、それは違うよっていう話になったんで、うんあ、じゃあ僕も安心しましたって、なんかこれ文章だけ読むと、特別広告が通ったのかなって一瞬思ってしもったんでって言って。 もしそれが本当、通ったということであれば、破産はなかったことになるということですよね、破産は。そういうことです。はい、そうなればあ、また普通の国政政党に戻って、で、党首が大津彩加さんだということに戻る、破産事件はなかったことにしましょうということになれば、うん、これは立花さんにとっては絶対絶命というか、もうどこからどう見ても。だ、ね、だからだと思ったんで 僕もそういうところをつ常に気にしてるんですぐ、立丸さんに、そんな普段来やすく立丸さんに LINE とか電話とかしないですけど、うんうん、お疲れ様ですっていう文章すらつけずに、うん、特別広告って通ってない、通ったんですって、本当ですかみたいな、いきなり唐突に LINE して、すぐ返事返ってきて、いや、それは違うと思うよっていう、でそのスクションを確認してもらったけど、違うよっていう、あ、じゃあ安心しましたっていう話で終わったんですけど、なるほどそんな感じですね。 じゃあ、逆に千代君の裁判、勝てそうですか、立花さんとか、電話して聞いたりとか、LINE とかはしないと <laughs> そう、そういうんじゃない、ただ、大財若に関してのことに関しては、特別広告通った、マジかって思ったんで、大財若の文書の書き方のせいで誤解してしまったっていうだけだったちょっと時間が短すぎますもんね、その審理するにしてもね。受付はしたということは、私もニュースで見たけど。 それを審理して、差し戻すまでにはもっと数ヶ月の時間がかかると思うんですよね、私はね。それと、話は変わるんですけど、翼の党の、まあ、逮捕者3人出てますよね、黒川さんたちはじめ、もともとはその N 党の立花さんのまあ仲間だったわけじゃないですか、元を正せば。まあまあ、大津さんもそうだったし、黒川さんもそうだったし、根本さんなんかも一緒に活動してましたもんね。 つい最近まで一緒に選挙戦ったり、仲間だった人が敵味方になって裁判まで起こすというような、そういう変わり身というか、急に変化することが結構多そうな気がするんですけど、ずっとその支持されて見てきてる珠ルさんたちにとって、立花さんという人はそういう、ポろっとこう180度ひっくり返るような人じゃないもんなんですか、見てどうなんです立花さんが言ってること、やってることって、ずっと変わってないですよね。揉める 原因って、基本的に相手にあるんですよね、ジミーさんって例えば、えー、黒川さん、大津さんが2対1で対立することになった一番の原因って、ご存知ですか投資を返すと言った、言わないのときに、まあ、黒川さんも乱入してきて、それはもう聞いてらんなかったってってき,き,きてる、まあ、その時に明らかにそのたもと分かったなということを感じたのが、その民主党との立花、まあ、さんとのトラブルの、私はスタートはね。 その原因は分からないんですけどその原因っていうのが、黒川さんと大津さんが、YouTube 上で2人で並んで、同じ部屋で撮影した動画があって、統一地方選挙に向けて、お金がないので、寄付を募る政治資金パーティーをやりたいということを動画でいきなりポンって出したんですよ。うんうん、で、それを見たときに、ああ、もう動画で出すっていうことは、 あらかじめ、立花さんの許可を得て、この動画を配信してるんだろうか、いやいや、政治資金パーティーなんて、寄付も献金も受け取りませんって、それが売りでやってきた立花さんの党なのに、いくら党首が変わったからといえ、それを立花さんが良しとするはずがないなっていう気持ちも反面、フィフティーフィフティーやなーっていう感じで様子見てたら、怒った立花さんが黒川さんに電話してる音声っていうのが出たんですよ。あの動画何やねんと政治資金パーーティー をするなととは言わんよとでも、内容的にあれだと、脱税にもなるし、犯罪にもなるから、うん、あかんと言ったやんっていうふうなことを、ね、起こったんですよ、ガツンと。うん、その電話では黒川さんは、うん、はい、ごめんなさい、すみませんでした、訂正動画をすぐに出しますって、頭下げてたんですけど、うん、そのタイミングぐらいで僕、黒川さんと連絡取っ,たんで取ってるんですけど、えー、僕に宣言したんですよ、黒川さんは。今まで鎌倉さんとの人間関係っていうのもあったし、 別にカンマさんのことを嫌いになったわけでも全くないけど、もう俺は立花の反面に回ると。これからはどんどんあいつを攻撃するからっていうことを電話で言われたんですよねで。それは得策じゃないから、政治資金パーティーしますなんて許可得ずに勝手に配信したら怒られるに決まってるじゃないですかと。まあそこはもうだから、うん、過去のことで今更っていうのもあるんですけど。うん、だからさっきのジミーさんの話の、ついさっきまで仲良くしてたはずなのに、 急に明る日になると、180度態度が変わるのはなんでだという疑問に対しては、黒川さんが側から反旗を翻して、怒ってる上司である立花さんに対して、手に唾を吐いて、立花さんを敵に回してしまったことがスタートです、ね、その N 党の中にいた人たち、例えばの大橋正信さんとかいるじゃないですか。はいはい、あと、N 党からその出馬した経験のある人たちとか、いわゆる本当に内部にいた人たちも含めて、 なんか仲間だった人たちがいつの間にか背中合わせになっているというようなうにこうにイメージで感じるんですが、うん、そんなに人間というのは簡単に喧嘩かれしていくというのは、まあ、たまにあったにしろ、ね、ねなぜタッチマラソンはそういう人が多いんだろうなというまあ疑問はちょっと私はあるんですよねその当時、その当時で多分動画を見れば答えは全部あると思いますけど、ね、ま確かに、そう岡村、まあうん、さんが言うことはよくわかるんですよ。うん 立花さん自身は自分に言ってるじゃないですか、独裁政治を仕組んだということはね、独裁政権というか、今まで仲間だった人が、立花さんに刃向かったことが理由でもう粛清されてしまって、というのがありますただ見てきましたけどね、それはもちろん僕もね、立花さんとリアルタイムで一緒に常にいるわけじゃないんで、立花さんが自分の動画で言ってることと、その相手側の人が自分の動画で言ってることとか、その周りにいた人から聞いた話とか、 っていうので自分自身で僕は判断するしかない立ち位置ですけど、もちろん100%相手が悪いっていうこともあるとは思うけど、まあ人間なんで、まあ立花さんにも非がある部分っていうのも多少なりともあるかもしれないし、まあそれは人間なんでどっちもどっちじゃないですかね。ただね、そ,<う>そのね、独裁政権っていうのも勝手なこと言えないですけど、僕はちょっと一昔前なのかなって思うんですよね。言い方悪いけど、昔って、 立花さんの言葉を借りると、ガラクタが多かったから、賢いの俺が独裁でやらんとしちゃわなかったんやと。うん、アホは切り捨てていかんとしちゃわなかったんやと。でも、何度もこれ、立花さん言ってますけど、ここ1年ぐらいで、うん、そういう肉をそぎ落としたというか、いらないものをだんだんそぎ落として、今自分の周りにいる人たちは、本当に有能な人と、従業員と有能な支持者が残ってくれてるから、うん、っていうことは周りにいる,いる人を立花さん自身が認めてるっていうことなんで、 斉藤健一郎さんの意見を聞いたりとか、うん、浜田さんの意見を聞いたりとか、議員会館でいつも一緒にいる秘書の人たちの意見聞いたりとか、してると思いますけどね、今は。昔はそうじゃなかったかもしれないですけど、周りがアホ,アホだったんで、自分がこのアホをうまく駒として使わなあかんっていう時代があったんで。まあ、逆を言うと、その自分の言うことを聞くやつしか残らなかったということにもなりませんか。それもあると思います、うん、NHK 不过啊。